はいじゃあそれでは講義を始めていきます。ははいいいじゃあそれではですね皆ささんお手元テキストを開いてください早速ですね学習始めていきますが今回の学習テーマはお手元テキスト問題の4となります。で問題の4はですね説問1と説問2の2問構成になっておりますのでまだ 回答していないという方はですねそうですね制限時間20分間測っていただきまして20分間の制限時間の中でまずはしっかり回答の方を進めていただきたいと思いますで、回答終わりましたらその後で再度視聴いただければと思いますのでまずしっかりと回答を進めてください はいじゃあそれではですねもう回答しているという前提でまずは、設問の1から解説を始めていきますのでまずこちら、ホワイトボードを見てくださいこちらですねもう設問1だけじゃなくて設問2についてもこれ具体、抽象具体のプロセスすべて書いてありますので、まあ、こちら、まずしっかりと写してください。 はいよろしいでしょうかじゃあそれではいきますよまずは質問ののの具体から抽象プロセスを見ていきますさあ皆さんお手元も合わせて見ていきますとまず B 社社長がと書いてありますね設問1のところの設問文 B 社社長がさあ統合型マーケティングコミュニケーションを実施する際にと今回は略称で書いております IMC とで。本試験の中で IMC というふうに括弧書きとかで略称が書いてあればま字数制限,限限られた字数制限の中では略称を使った方がいいかなと思いますまあ、皆さんの方で勝手に略称を考えるっていうのはちょっとリスク高いんですがただ本試験の中でこういうふうにね例えばコンバージョンレート括弧 CVR というふうに使われている場合にはもう CVR というふうにまあこちらねあの回答欄の方にはしっかりと書き込んでいいかなと思いますんでまあそこはね適宜皆さんの中で文字数のこう調整を考えながらですね合わせていただければと思いますはいじゃあそれではですね上から見ていきますと統合型 IMC を実施する際さあもうこの時点で皆さんはこれ一次試験に出題されてるんですねこの IMC の考え方等々は企業経営理論 まあ平成29年度の企業系理論に出てます出てるということはやはり考え方出てるということはいつ2次試験にそのままドンと取材されてもおかしくないという内容ですからしっかりね1次試験のまずテキストを確認しておいてください。で今回は主要なポイント IMC のアプローチについてはこの3点ですね最低限この3点は覚えていただきたいところはこちらピックアップしましたのでまあ皆さんがもしまあこの辺の内容についてちょっと覚えてないよという方は抽象化ブロックシート新たにねご自分で作っていただいて加えていただいてもよろしいかなと思います。はいじゃあいきましょう続いてさどのような点に留意すべきとありますさあ今回は質問要求短いんですけれども、まあ、こちら見ていただきますと。 抽象化した時にまず軸となる IMC の知識がわからないとこれはまず解けません解けませんだからまずは IMC のアプローチこの3点をまず思い出してくださいで1つ目いきましょう顧客関係性に重点を置きますよっていうのがまず1つ目のポイントになりますそして2つ目 LTV よろしいですねライフタイムバリューです ここを高めるでどちらかというと顧客シェアもちろん市場占有率っていうのも高めたい、ね、市場全体のシェア市場におけるシェアも高めたいんだけれどもそれだけじゃなく顧客シェアこちらを高くしていきましょうということはすなわち顧客の生涯価値これも一次試験で学習しましたねライフタイムバリューを高めていきますよということにつながります。 でそしてそのためには一時的な大量のプロモーションではなくて断続的これキーワード覚えておいてください断続的なコミュニケーションねプロモーションコミュニケーションが一時的じゃなくて断続的なコミュニケーションを取っていきますこの断続的っていうのがキーワードになりますさあここまでよろしいかなとはいじゃあそしたらですねこちら読んでいきましょう予見文ですね予見文の内容も考えながら進めていきますとさあいきますね 長年にわたりりと書いてあります一段落目羽毛布団の製造小売りを行ってきた B 社は近年拡大を続ける全国チェーンのインテリア専門店に羽毛布団の顧客を奪われてしまったためさあこれは脅威というふうに書いてあ考えている方もいらっしゃるかなと思うんですが私はそうですね弱みというふうに考えました。 じゃあなぜ弱みなのかって言いますともちろん脅威なんですけど奪われたっていうことはなんか対策立てられなかったの先に先に立てられなかったからこれは B 社の落ち度などで弱みとね内部的なものもあるのかなと思って一応厳しめに弱みとさせていただきました皆さんいかがですかね脅威としても全然構いませんまあネガティブな内容ですねで続いていきますと今度は新社長の P 氏は 羽毛を原材料とした新製品の開発を通じて新たな顧客を創造しようとしていると書いてありますで次所有する生産設備もうまく活用する形で新製品を開発し市場に投入するためのコミュニケーション戦略を実施し始めたここはね強みにしてます強みまあ頑張ってるなと言ったところで一応強みと でもちろんその1個前の新社長の PCR 羽毛原材料としたこの辺もそうですね強みとして考えていただいてもよろしいかなと思います。はいじゃあここがまず一段落目でそこで出てくるのがコミュニケーション戦略さあコミュニケーション戦略をテキスト後半の中小化ブロックシートを皆さん見ていただきますと切り口ありますよね。 こう人的非人的とねまあ非人的人的という形で切り口ありますので今回回答にはそちらを生かしてます。広告や人的販売などでというふうにま,あまとめてある内容は予見文章の中にありますのでまあ今回は「コミュニケーション戦略」というふうに書いてありますこの第一段落ここの内容をちゃんと加味して回答は作っております。 この辺もね定義だけじゃなくて預見文書の内容をうまく加味していくことも忘れないでくださいはいじゃあ続いて2段落目いきましょう B 社の社長,社長である P 氏はこの P 氏ね P 氏はコストに見合ったコミュニケーション効果を消費者から引き出すために大事ですねコストに見合ったコミュニケーション特に中小企業はそうだと思います 次いきましょう消費者が受け入れる情報や注意に向ける刺激がどのようなものであるかを理解することプロモーションの構成要素を適切にミックスさせることとありますミックスさせることこれですね要は、まあ、統合させてこうミックスさせていきますよでさらには新しいコミュニケーションツールの活用や統合型マーケティングコミュニケーションを実施することを重視しているとこういうようにありました。だからこの IMC はやっていくんだなというところが社長の考え方でもわかります戦略的マーケティング的に言うと社長の考え方すなわち理念とか、まあ、目標に繋がるところですよねはいじゃあそれではいきましょうこの2段落を読んでいただいてさあ最終的に回答を作っていくわけなんですがまず書かなければいけないのは顧客関係性回答を見てください質問の1ですねまず見ていただきたいのは顧客関係性に重点これは絶対書いていただきたい 顧客関係性に重点を置いていきますよっていうのは必ず書いていただきたいでもう一つがこちらはい「顧客の障害価値を高める」ね「LTV を高める」このキーワードは書いていただきたいなと思います。で回答の中見ていきますと一定期間に集中的なコミュニケーションを投下するよりも、はい、こちら「広告や人的販売など」「コミュニケーション戦略」というふうに段落1に書いてあります。 段落位置に書いてありますのでそこを加味して広告や人的販売まあこれどちらでもいいからもしくは組み合わせで次のキーワードは必ず入れていただきたい断続的ですねこちら断続的なコミュニケーションこれは断続的というのは必ず入れていただきたいでまあごなさね断続的に断続的に顧客と B 社のブランドとの多様な接点ちょっとこの辺のキーワード難しいかなと思うんですけどもこれぜひね かけるようにしておいてください多様な接点を作り出し管理していくこれが長期的なっていう動きの中で一過性じゃないわけですねずっと管理をしていくっていうことがこの中では大切になっていますだから行くべきであるこの中では今回は社長に対してこういう点を留意すべきですよというふうに助言するわけですから行くべきであるという形でまとめてあります はいいじゃあよろしいでしでょうかね、まあ、これらのキーワードが入っているかあとは今皆さんに紹介したこの断続的なこの辺が入っていればもうよしとしましょうしっかりと合格点が取れるかなと思います。 でこの辺はこの IMC の実践においてはやっぱりポイントっていうのは何かっていうとこのアプローチの仕方で長期的な要は顧客のライフタイムバリューこの辺をちゃんと考えていただくと回答導きやすいかなと思いますのでぜひねそこ忘れないようにしておいてくださいはいじゃあ続いていきましょう続いては「設問の2」であります はい、まあ、これもですね新しい切り口で最近は事例の2の中でやっぱりウェブ系、ね、インターネットを活用しっててていうのは出てきておりますでその中で旧来、まあ、従来はですねオフラインでアプローチをしてコミュニケーション戦略的にアプローチをしてオンラインインターネットに何とか持ってこようというところからオンライン上だけで何とかしましょうという動きになってきています。 ね、だからそんな中で、まあ、今回こちらも一次試験に取材された一つテーマでありますのでじゃあ見ていきたいと思いますこちら説問の2ですねまずはこちら B 社では同社における新しいコミュニケーションツールの活用について同じ商品を5つの異なるウェブサイトでそれぞれバナー広告 A E としして記載あ掲載掲たですねすみません、掲載したでそれが表としてバナー広告 ABCDE となってますのでそれ、下の表を見てください。でいきましょう、コンバージョンレートねこの時ある1か月で可評のようなこれはもう見ていただいてさあコンバージョンレート CVR によってバナー広告を評価これは制約条件ですよろししいでしょうか制約条件となります。 これで評価しますよともちろんいろんな評価の方法はありますがまあ、今回そちらを評価の基準としますじゃあここで考えていただきたいのはこの CVR コンバージョンネットって何でしょうと言ったところしっかりとこの辺は一時のテキストにもあるかなと思うんですがもしかしたら経常不思議にあるかもしれないんで一応皆さん復習です企業のウェブサイトの訪問者数に対してそのサイトでの商品購入やまあ、会員登録 なな、まあ、などなどととといいいいった方がいいかなと思思まますす、まあ、いろいろあると思います会員登録を行った人の割合一応「お」というふうに書いてますが「などなどね」ね、まあ、そういうふうに考えていただいても結構です他も、ね、用途としてはあるかもしれないだけどまあこの2つが、まあ、事例の2にはちょっと注意していただきたいポイントかなと思いますはいじゃあそんなところですねこれまずちゃんと定義を思い出していただくっていうことがとても大切ですで続いていきましょう下側いきます どのバナー広告を中心に展開するのが最も効率的理由根拠となる数字なので数字を忘れないでくださいというとこちらの式が定義とともに大切になりますはいじゃあ見ていって見ていきましょうごめんなさいね見ていきましょうウェブサイトへの広告の投資対効果っていうのを考えていきたいとさあこの中でまず見ていきたいのは計算ですさあ何と何を計算するのかっていうと 単価広告費それぞれこちらでなお書き以降は書いてありますねクリック単価はユニークな顧客がクリックしたときに発生する金額とかここは皆さんざっと読んでおいてくださいでそしていきましょう計算式まずは商品購買客数さあここをきます何人といっ,ったところで4人、まあ、今回は E だけ回答のところだけを計算してますが他は皆さんそれぞれで進めてみてくださいじゃあ4人ですね E を計算していきますとこちら4人4人で じゃもう一つ何なのかっていうとクリック顧客数がこれ何かっていうと150ですだから4人を150で割ってまあかける100パーセンテージ表示にしますと2.7%になりますのでこちらの数字を根拠としてこの「バナー広告 E」というのがまあ「いいですよ」というふうにですねこちら皆さんはしっかりと書かなければいけない。 はいじゃあいきましょう回答の方を見てください。問の2バナー広告 E を中心に展開すべきであるまずここ結論先行で書いていただいた方がこの手の数字の問題の場合にはいいかなと思いますのでぜひねこれ参考にしてみてください。で次バナー広告 E の CVR はいここ省略してますね CVR は2.7%数字根拠。 2.7%であり他のバナー広告より効率的にクリック顧客数に対する商品購買客数を獲得できているからであるというそのからである理由と根拠と理由をしっかり忘れずに書けるようにしておいてください。はいじゃあここはよろしいでしょうか、まあ、これらのですね新しいテーマについてもやっぱりですねこの分析系事例の2ではちょっと危ない部分もありますのでしっかりと復習してですね是非。 本試験に備えていただきたいと思いますはいじゃあそれではですねこちらについては講義の方は終了にします皆さんあとしっかりと移してくださいよろしくお願いします